説明できますか？意外と説明できない数学の基礎です。では始めましょう。次の計算をしてください。またそうなる理由を答えてください。では解説をします。結論から言うと、2の0乗は1であり、2のマイナス1乗は2分の1です。その理由を説明します。例えば上のような計算をするとき、答えは a2 乗となりますが、この計算には上のような法則があることがわかります。それを踏まえて上のような計算をすると、2の0乗となりますが、元の式を普通に計算すると1となります。これにより2の0乗イコール1が成り立つことがわかります。また上のような計算をすると、2のマイナス1乗となりますが、元の式を普通に計算すると2分の1となります。これにより2のマイナス1乗は2分の1が成り立つことがわかります。もう一つ別の方法で説明してみます。2の累乗を上のように大きい方から順に並べてみると、計算結果は上から順に2で割ったものになっています。よって2の0乗は2を2で割った1であり、2のマイナス1乗は1を2で割った2分の1になることがわかります。